ドラマ、ずっとあなたが好きだったを語ろう。どうもゆうちゃまです。もうこんなに衝撃かというぐらい衝撃的なドラマでした。冬彦さんの勢いって当時すごかったんだろうなっていうのが再放送を見た若者ゆうちゃまにも伝わりましたよ。もうね、冬彦さんって狂ってるんですけど、時々人間らしさがあるんですよ。本当に悪いことしたら謝ったりとか、人間臭い部分も持ってるからこそ、それがなんか絶妙に恐怖なんですよね。本当に何なんでしょうね、何なんでしょうね、ちょっと怖いんですけど憎めないというか、なんかかすかに人間性を残してるんですよね。どこかキャラクター的に棒読みっぽいセリフがあるんですけど、あれが冬彦さん武士ですよね。佐野史郎さんにしか演じられない役どころでしたよ。そんなことは思っていないみたいな、なんかなんだろう、魂が抜けきってないみたいな、でもなんかこう感情もこもってるのかどうか怪しいみたいな、あれは絶妙でしたね。あとやっぱり美和さん演じる賀来千香子さんの冬彦さんに立ち向かっていく感じもすごく好きでしたね。ちょっと昔の男を思い続けたりとか、悪い部分もあるんですけどね。ああいう部分がちょっと冬彦さんをもっとこう、なんて言えばいいの、冬彦さんをこうちょっとダメにさせたような気はするんですけど、でもそれがドラマをすごく盛り上げてくれてましたよね。涙のキッスの主題歌も良かったですね。サザンの主題歌全盛期って感じで、冬彦さんは名前一生忘れないでしょうね。おじいちゃんになっても忘れてない感じする。それだけ強烈的でしたし、木馬に乗って似合う俳優ベスト1位なんじゃないでしょうか。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。